ヴァンパイアチアリーダーズは、アダム・アーノルド原作、マイケル・シルファー作が、セブンシーズ・エンターテインメント発行によるアメリカ合衆国のオーウェル漫画作品である。本作の主たる物語は、ヴァンパイアチアリーダーズと、青いハウスから、スピンオフしたそれぞれが超自然的な力を持つ、クリプティッド・ハンター部隊の活躍を、追う主役のいない、 パラノーマルミステリースコードとのスーパーナチュラル作品の2本立てで展開する。ウェブコミックである本作の更新は gomanga.com と公式フェイスブックにて毎週月曜、水曜、金曜に1ページずつ同時掲載されている。母校の楽譜を誇り高く展示するティーンエイジャーの美、少女吸血鬼の一団が繰り広げる冒険を描く。 2011年3月15日に208ページの第1巻は紙媒体での観光を果たした。その電子書籍版も Amazon Kindle と n o ク k にて同日から利用可能となっている。224ページのペーパーバック第2巻は2012年1月1日号のニューヨークタイムズ市場の漫画ベストセラーズリストにて週刊初登場第7位を記録している。なお、 当作品は2011年12月6日に Amazon.com より先行リリースされた。期間単行本2冊とその姉妹シリーズであるパラノーマルミステリースコードの最初の2話を収録した432ページのオムニバス合本がバンパイアチアリーダーズパラノーマルミステリースコードモンスターマッシュコレクションとして2012年6月5日に発売された。この モンスターマッシュコレクションは前室のニューヨークタイムズ誌の2012年6月24日の週で漫画ベストセラーズリストの第9位に初動で入った。パラノーマルミステリースコードはヴァンパイアチアリーダーズ公式ウェブサイト上のアーカイブに収録されている。ベイカータウン高等学校チアリーディング部ヴァンパイアチアリーダーズの部員の一人が失踪し、 ドリサーストンと他の上級生のチアリーダーたちは、ビースコードの2年生の中から1名を彼女らの、吸血ランクへ迎えるしか選択肢はなかった。トライアウトが行われ、温室育ちで純真無垢な少女ヘザーハートリーに、白羽の矢が立つ。セブンシーズが、バンパイアチアリーダーズの、ファングサービス、を開始。アニメニューズネットワーク。2014年8月26日閲覧。 コールズ、グレゴリー。漫画ベストセラーズ。ニューヨークタイムズ。http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ b e s t s e l e r l s b o k スラッシュ2012-01-01スラッシュ漫画スラッシュリスト .html2014 年8月26日閲覧セガル。 パルル。漫画ベストセラーズ。ニューヨークタイムズ。http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ best-selerls-boks l スラッシュ2012-06-24スラッシュ漫画スラッシュリスト .html2014 年 8, 8月26日閲覧市営、si、アダムアーノルド。 キャラクターデザイン設定例1バンパイアチアリーダーズネット2014年11月27日閲覧死鋭アダム・アーノルドキャラクターデザイン設定例2バンパイアチアリーダーズネット2014年11月27日閲覧死鋭アダム・アーノルドキャラクターデザイン設定例3バンパイアチアリーダーズネット 2014年11月27日閲覧。死鋭、アダム・アーノルド。キャラクターデザイン設定例4。ヴァンパイア・チアリーダーズネット。2014年11月27日閲覧。ありがとうございます。